はい、どうもゴリスポです。はい、今日はですね、 GS 代表のゴリスポという形でやらせていただこうかなというふうに思います。今日はですね、10月の16日でございます。今夜なんですけども、まあ今日はね、 GS 代表ゴリスポの1日を追っていくわけなんですけども、さっき、モンタナスポーツでの仕事を終えて帰ってきたわけなんですけども、今から愛知県の方に向かいます。なぜ愛知県に行くの？っていう方いらっしゃると思うんですけど、明日ですね、愛知県のとあるスポーツショップ様との商談がございます。GS 愛知県の取り扱いといいますか、 GS の東海地方での取り扱いがないんです。よく数年前にお世話になっていましたスポーツ店の方とお話をさせていただきます。やはりね、 GS というのは YouTube を通して皆さんにね、知っていただいているメーカーなので、やっぱりね、 YouTube の皆様の意見を取り入れないとそれはおかしいんじゃないかということで、ゴリスポ今日は一日頑張っていきますので、カメラ回してどんな一日を送っているのかというのを、ゴリスポ GS お仕事の一日ということで回していきたいというふうに思います。それではレッツゴー。はい、ということで、今から愛知県に向かうわけなんですけども、なぜ夜に出てるのか。まあ、車で行くからっていうのもあるんですけど、グローブがいっぱい乗ってますんで、車で行かないといけないですけど、今日はですね、友達の家にね、今日はちょっと泊まりに行くので、まあ、夜に出てるっていうのはあります。で、明日朝ゆっくりして、スポーツショップに向かうわけでございます。今、夜の8時なんですけども、丸亀製麺にね、今から行って、うどんでも食って、愛知県に行こうかなっていうふうに思います。いやー、やっぱり、夜の高速、興奮する！まだ、高速乗ってませんけどね。車止まってるんで、もうすぐ青になるんで、今から行きたいというふうに思います。あの声出ない説。さあ、丸亀製麺でうどんを食べて、ちょっとですね、走ってます。さっき夜の8時だったんですけど、もう10時10分です。今、新東名高速道路に乗って静岡ぐらいに入ったところなんですけど、まあ今からね、まあ今から西尾市に向かいます。今から西尾市。それでは、パーキングエリアまで行きましょうか。それでは、アーリアして。はい、ということで、今、時間がですね、1時9分、日、変わってます。で、今、友達の家に着いたんですけども、今日はね、一日中、スポーツ店で働いた後なんで、ちょっと寝たいというふうに思います。今からね、しっかりと休んで、明日の商談に、しっかり、照準を合わせていこうかな、というふうに思います。喋り方キモいの。てな感じでね、まあ、明日の昼からなんで、一旦今日は寝たいと思います。それでは、おやすみなさい。はい、おはようございます、皆さん。今、友達の家から出てきました。ただいまの時間が11時55分でございます。今から行くのは、KB スポーツさんですね。ソフトボールで有名なね、小海店長がいる。KB スポーツさんに今からお伺いいたします。まあ、KB スポーツに行くわけなんですけど、まあ、以前から、まあ、3、4年前から動画を見てくださってる方は、まあ、3、4年前から、動画を見てくださってる方は、もちろん知ってると思うんですけど、まあその、小海さんの元に今からお伺いします。まあちょっとまだ時間があるので、まあ車を綺麗にして、洗車してですね、お土産を買っていこうかなというふうに思います。それでは、次のステージ、GO! はい、ということで、KB スポーツやってまいりました。今日はですね、商談ということで来てるわけなんですけども、まあ商談終わりました。無事、取り扱いしていただけることになりました。こちらどうぞこちらどうぞ。はい、KB スポーツの小海さんです。はい、どうも KB スポーツ店長小海です。この挨拶も久々に聞きましたね。はい、でさっきね、いろいろと説明させていただいたんですけど、別動画でも多分言わせていただいてるんですけど、 GS グローブ取り扱いの決め手って何になりました？決め手ですか。はい、まずやっぱ硬いなっていうふうに、ありがとうございます、思ったんですよ。やっぱ革質がいいって結構メーカーさん、結構どこもくたわれるんですけど、はい、やっぱ形がいいなということが、まず第一ですかね。はい、はい、で、自分は営業に来ていただける方の話しての熱みたいなのがやっぱ大事だと思って、はい、まあ、ゴリスポさんのその熱ですね。もうありがとうございます、はい、決め手になりましたね。おー、はい、東海地方の取り扱いまだなのかっていう面結構言われるんですよ。やっと愛知県で受けるようになったのは僕らからしても嬉しいです。 KB さんちょっと最近ね、ソフトボールに全振りしてて、いやそうなんですよね、野球やってるかどうか分かんなかったんですけど分かんなかったんですけど、まあちょっとですね、我々がまた愛知県の KB スポーツさんに野球の風吹かしていけたらなというふうに思いますんで、ご協力よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで GS グローブ KB さんで置くことになりましたので、皆さんぜひ来てみてください。それじゃあまたよろしくお願いします。お願いします。よいしょ。
はい、ということで皆さん、無事、商談終わりました。商談が終わってから3時間ぐらい経ったんですけど、まあガソリン入れたり、友達の家に荷物取りに行ったり、いろいろしてたら、もう5時45分。今ですね、愛知の新城の辺にいます。今からね、またトンボ帰りで埼玉県の方に戻るんですけども、今日はあんまりまともなものを食べてないっていうことで、お話もうまくいったということで、お魚をね、途中で食べに行こうかなっていうふうに思います。ちょっとね、パーキングエリアまで、駿河湾ってとこまで走らせて行こうかなっていうふうに思います。静岡まで行きます。それでは、バイバイ。寒いんでちょっと着替えてます。今からちょっと飯を食いに行きたいというふうに思います。はい、行きましょう。駿河湾沼津パーキングです。サービスエリアか。遠いな。一日は終わりを迎えようとしております。はい、ということで、駿河湾、後にします。一日の疲れが取れたかのように感じております。でもまだね、今から埼玉県の方まで2時間ぐらいかかるんですかね。今からまだ半分ということで、頑張っていきます。はい、ということで皆さん、帰ってまいりました。と言ってもですね、もう数日間が経ってしまいました。ゴリラスポーツ代表の一日、皆さんいかがでしたでしょうか？毎回とは言わないんですけども、多くの場合は、多いゴリスポ、二人で一緒に営業に行くことが多いです。まあ動画の本編では、まあいろいろとね、契約のことだったりを話しているので、動画で流すことはできなかったんですけど、いろんな部分を言ってます。今 GS を使っている方、で今から GS を使いたい方からいろんなリクエストをいただきます。この件で扱えるようにしてくださいっていろんなね、意見いただくんですけども、まあ手広く展開できてないのが現状です。本当にね、悔しい限りではあるんですけども。まあ皆さんのリクエストに少しでも応えていけるように我々一同またまた頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さん応援よろしくお願いします。僕は何度も言いますが、GS ももちろんですが、最終的にはゴリラスポーツという店舗をオープンすることは夢で、YouTube を続けています。まあ、全てが順風満帆にいってるわけではないんですけども、我々にもファンがついているということで自信を持ってやっていきますので、これからも YouTube および GS の方もよろしくお願いします。はいはい、というわけでシャワー浴びてきました。そろそろ疲れたんで寝ようかなっていうふうに思います。お疲れ様でした。今日一日それでは、道は続いてこう。ラララララ。そして今月のプレゼント企画はボルタのバッティンググローブと GS ブランドの新作パーカーのセットとなります。こちらですね、裏起毛パーカーとなっておりまして、めちゃくちゃ暖かい冬用のパーカーとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。